校とかって暖房使えるんだっけ？え、また地震ですか？あ、揺れてる。また揺れてる。中学校、中央中学校、続いて板橋区です。板橋区では区役所と区内18か所に手伝ってくれって言われることに対して助けに行く、こういう時はお互い様っていうのはあるからね。熊野、中宿、自分も助けられるんだったら助けるしかないでしょ。大谷口、ただ無理はしちゃダメだよ、無理は。自分の命と他人の命を天秤かけるわけじゃないんだけど、中台、あの二次災害ってたくさんこう巻き込んじゃうんで、前の、あの無理しちゃダメですよ。やばいと思ったら、苦しい判断かもしれないけど、3キロ以内の皆さんに避難の指示、3キロから10キロの皆さんに、屋内での退避という指示をいたしました。対象地域、福島原子力発電所の3キロ内の地域に住んでいらっしゃる方、滞在していらっしゃる方は落ち着いて速やかに避難を始めていただきたい。3キロから10キロの皆さんは屋内において退避をしていただきたい。これは念のための指示でございます。避難指示でございます。放射能は現在炉の外には漏れておりません。今の時点では環境に危険は発生しておりません。安心して地元市町村、警察、消防などの指示に従ってください。安全な場所まで移動する時間は十分にあります。ご近所にも声を掛け合って、慌てず冷静に行動をしてください。自衛隊をはじめ支援体制を全力で現在整えております。不確実な噂などに惑わされることなく、確実な情報だけに従って行動するようお願いをいたします。繰り返しますが、先ほどの福島の原子力発電所の件、原子力災害対策特別措置法に基づいて3キロ以内の皆さんには退避を、避難を、そして3キロから10キロの皆さんには屋内での退避ということの指示が本日21時23分出されました。現在福島県、あるいは大熊町、双葉町、そしてそれぞれの消防、警察等に対してこの指示をお伝えをして対応を取っていただいているところであり、加えて警察、自衛隊が現地にすでに入っておりまして、警察、自衛隊によるこの指示に基づく対応も進めるところでございます。私の方からの発表は以上でございます。なお技術的なこと等については別途経産省の方等でご報告をいただけるかというふうに思いますが、現時点ではすでに一部の報道ございますが、
原子炉のうち一つが冷却ができない状況に入っておりますので、このままの状態が続いた場合に備えて念のため避難をしていただきたいということでございます。まだ冷却できる見込みがないみたいですね。現実に炉のうちの一つがですね、冷却ができない状況に入りました。したがって万が一に備えて避難をしておいただいた方がいいと、万全の措置を取らせていただくということでございます。いや、現地の原子炉の状況等を把握をいたしまして、原子力保安院の方とも相談をいたしました。こういう対応をさせていただきました。まあ、繰り返しますが、万が一のための念のための措置で、もしかしたら町田災害救一現状って町田駅ですかね。今官房長官のお話を聞いていただきましたが、福島第一原発の2号機で原子炉内の水位が低下し、燃料棒が露出する恐れがあり、国の対策本部は半径3キロ以内の住民に避難の指示を出したということです。原子炉のうちの一つ、冷却ができない状態だということで、大熊町と双葉町の住民が対象となっています。この地区に住んでいらっしゃる皆さんは速やかに避難を始めてください。神奈川停電中、大熊町と双葉町の住民が対象となっています。半径3キロ以内の住民に避難の指示が出ました。この地域に住んでいる皆さんは速やかに避難を始めていただきたいと思いますが、ここで町づくり計画研究所の渡辺さんにお伺いします。先ほどまでは原子炉の半径2キロの住民の皆さんに対する避難の、指示が出たと、要請が出たということですが、これが1キロ拡大されました、はい、この意味はどのあたりにあるでしょうか。はい、これはですね、国家法原子力対策特別措置法というのを、いや、それは、フォーマーだと思うんですけど、SMS がバグってますね。でこれがですね、電源入れ直したりすると何回も不在着信が返ってくる、もしくは相手からその番号で一生懸命電話かけてるんだけど繋がらないと思って切れちゃってる。その燃料棒の冷却ができないということもおっしゃってるんで、これはなかなかその状況としては厳しい状況に今原子炉の中はあるというふうに理解ができる会見でしたね。改めてお伺いしますが、燃料棒の冷却ができないというのはどういう意味なんでしょうか。つまり核分裂をそのコントロールが難しい、かなり問題な状況なんですね、はい、ですからその原子炉というのは核分裂のこれを有効にコントロールしながら発電に結びつけていくという施設ですから、はい、その大元のところの今ダメージが、はい、起きている、うん、ですからその結果いろんなことが実は考えられるんですが、まあ、とりあえずその放射能が外へ漏れないように、漏れた時にを考えて今前後策として、事前策として住民に、産業の住民にとりあえず避難を今呼びかけているというふうに、はい、この官房長官の言葉をそのまま受け取ればそういうことだと思います。ただそういったものが漏れないように、ダメだね、相変わらず NTT ドコモ回線状態不安定ですね、はい、それでも避難指示を出すというのはどういうことでしょうか。はい、それから IAEA がそのモニタリングを始めるという先ほどの情報ですね、はい、ちょっとニコ生止まってますね。そんなに状況としては好ましい状況ではないんではないかなというふうに私自身は今ニコ生めちゃくちゃ重いですね、はい、IAEA の情報についてお伝えしてまいりますと、福島第一原発第2号機で原子炉の水位が低下し燃料棒の露出の恐れが出ていることについて IAEA 国際原子力機関が国際緊急センターを立ち上げ、ね、専門家による24時間体制のモニターを行うことを決めたということです。ウィーンにあります IAEA 本部から日本側と連絡を取り合いながら原子力安全や医療支援の専門家らが状況を見守り、緊急事態の発生時には必要なアドバイスやサポートを行うということです。半径3キロ以内の住民の皆さんには避難の指示、そして3キロから10キロの住民の皆さんには屋内での退避という、まあ、要請が出ていますが、これについてはどういう意味があるでしょうか。放射能から一応ですね、多分自衛隊の方で今例の宮城県とかですね、避難勧告出てるあたりの防犯の
特にこれから管理はですね、自衛隊側のちゃんとしてると思います。いや、はい、ザンクと両方放送してあります。原子力災害の中ではリスクの高い状況になります、はい、ですからそういうものから身を守るために原則屋内避難なんですね、はい。原子力発電所についてはどうしてもこう海沿いに建てられているというイメージが強いんですが、はい、これはどうしてでしょう。これはもうその今回もしかするとその冷却水が減ってしまったということになるとすればですね、はい、その水が欲しいがために大量の水を使いますから、水はその海水を淡水化してその冷却水として使うために実は海側に日本の原子力発電所は立地しているんですね。なるほど。それで今回その、まあ、日本列島からはちょっと沖に離れたところではあるけれども、沿岸沿いが被害を受けてしまったという、はい、非常に残念な状況にはなっているということですね。そうですね。この福島の原発もそうですし、はい、宮城にある女川という原発も実は我々地震の方からわざわざパソコンじゃなくて、はい、テレビ見てる人はニコ生見る必要ないからね。こんなにも高いところに原発があるということ、これはこのままでいいのかという、常に通って、横浜アリーナって500名受け入れだったよね。わかりました。また500名受け入れんとかもうダメなんですか。ありますが、帰宅困難者の皆さんへ向けた情報途中になりました。はい、首都圏では帰宅困難者のための受け入れ先を準備しています。うわ、文京区では5箇所の学校、映像がムーンアップルドットなんとかっていうのがすごい来るんだ。大島小学校、アップルだね、悪魔なの。6校です。北区でも25箇所の学校を開放しています。浮間小学校、第4岩渕小学校、今 CPU の落ち、赤羽台西小学校、ちょっと今のうちにチャンネル変えます。チャンネル変えます。リンゴ目、海からはされているんですが、陸側からは、パトカーなど並んでいる。裏でアップルなんか動いてた。中には入れてない模様です。これ海からの消火、海から消火してる。届かないですね。全然消えないんだ。そうですね。テルネクス久しぶり。激しく放水はしているようには見えるんですけれども、奥の炎のところにまだ届いてないように見えます。うん、上空からちょっと暗くて見えないかもしれませんが、これ周辺には住民の方は大丈夫ですか。家屋とか住宅なんかはないということでよろしいんですか。そうですね。工場地帯ですので住宅などは見当たりません。これあちこちに点在しているんですが、これタンクが燃えているということでしょうかね。そこまではちょっと見て取れませんが、TBS は何なんで、じゃあテレビ東京にしましょうか。タンクが燃えているということも、テレビ東京、東京メトロ銀座線の全線と都営大江戸線が午後8時40分全線で運転を再開しています。東京メトロ半蔵門線は九段下押上間、南北線が白金高輪、埼玉高速線内の区間、さらに都営浅草線と三田線が一部区間で運転を再開しました。また東急バス、西武バス、東京都バスは路線バスの運行を全線または一部で再開しているということです。こうした交通機関の麻痺で帰宅が困難になった人に対して、首都圏の4都県と5つの政令都市はコンビニやファミリーレストラン、ファーストフード店などに対して飲料水やトイレ、休憩所の提供を要請しました。なお JR 東日本によりますと、駅と駅の間に停車していた東北・上越の新幹線のうち午後9時半までに東北新幹線5本の乗客を救助しました。以上、報道フロアからお伝えしました。仙台の荒浜地区で今津波で流された人の死体がたくさん見つかってみて、火葬生存が現在はいつあるか分かんないか、4千億円を予算取ってたのに民主党政権が高校無償化と子ども手当に回したい、削りした朝食料まで削りした朝食料が始まるよ。ラーラーは良い日が遅すぎる。大きな地震の揺れを感じています。
今東京でもですね激しい揺れを確認しています。東京でも今激しい揺れが確認されています。ちょっと捕まっていないとですね立てないような状況になっています。非常に大きい地震です。本日2回目のニコニコポイント購入中です。3000ポイント買いました。3000ポイント購入完了でございます。オツです。ニコ生のため皆さんのために8000ポイントぐらいまでいってます。気にしてもしょうがありません。可能性もあります。帰れるかな。怖かったです。延長完了です。まあ、ネルさんの場合はね、延長が自由にできますけどね。まあ、メインコメでやるとね、300ポイントでいけるんですけど、そういうのは関係ないです。ありがとうございます。うわあすごい。これバスで搬送してるけど。うわ。てか足りるんですかね、あのすき家さんとかの飲食。この時間はすべての番組を変更しまして、地震関連の緊急ニュースをお伝えしています。お米とか搬送はできないですよ、トラックが。さて今地震の瞬間の新たな映像が入ってきました。スキカカ。うわすげえすげえすげえ。人の大事に行きそうになるな。あら、こう建物の真ん中行ってる。延長をする。頑張ってください。スキランは大体バージョンになっている。ファミレスの何人だろうな。どう広めた。こちらは埼玉県のロッテ浦和球場で最初の地震が起きた瞬間の映像です。球場の建物やフェンスが激しく揺れている様子が分かります。この時球場では西武とロッテの2軍の試合が行われていました。怪我人はいなかったということです。さてこの地震関連のニュースですが、政府は午後9時23分原子力災害対策特措法に基づき福島第一原発から半径3キロ以内の住民に対して避難指示を出しました。これは東京電力の福島第一原発2号機の原子炉内の水位が低下しているため、今後非常用のディーゼル発電機が停止するなど原子炉の冷却機能が失われる恐れがあるということです。現時点では予備電源が確保されていて外部への放射能漏れはないということです。富士で遺体多数の情報を入りました。お伝えしています通り午後2時46分頃情報が錯綜してるね。原子力発電所の件については情報錯綜中だね。はっきりした情報が分かんないね。それから、大規模な火災も仙台市内で発生しています。消防によりますと仙台市宮城野区の中野仙台港の背後地なんですが、ここで大規模な火災が発生しています。どうなんだろう、江ノ島のモニター見えますかね。到達できない状況が続いています。これは現在の様子なんですが、火が上がっているのが見えると思います。仙台港の背後地、この辺りは工場あるいは倉庫、そして住宅なども密集した場所です。そしてその近く仙台港の仙台市と塩浜市の境辺りだと思います。様子を見てください。石油コンビコンビナートがあるんですが、ここで大規模な爆発があったということです。これ石油コンビナートの火災の映像だと思われますが、放送で多分名前が出てくるんで、これ燃えてるのは石油コンビナートですね。徐々に多分情報が分かることが分かると思いますかということです。ご覧のように真っ暗な状況なので、分かりませんが、真ん中あたりどうでしょう、こうタンクのようなものが見えますでしょうか。